日本東京都世田谷区世田谷地域ゲバゲバは東京都世田谷区の町名である。現行行政地名はゲバ1丁目からゲバ6丁目。郵便番号154-0002。北は世田谷公園、東は目黒区五本木に隣接し、南部には駒沢通りが走っている。住宅地の地下は2014年1月1日の工事地下によれば、 けば2から10から16の地点で54万円、平方メートルとなっている。旧エバラ下馬引き沢村の省略による。源の頼朝が遠征に向かう途中この地を訪れ、土砂崩れにあった際、以後ここを渡る際は、馬を引いて渡れと命じたのが由来とされる。また、この他にも、小松なぎ、小止めなど馬にまつわる地名が存在する。 弱ズレ交差点から五本目方面に向かう道の真ん中にこの馬を埋めたことに由来する足毛塚がある。また駒沢は合併時に馬引き沢などの地名にちなんで付けられた新しい村名である。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。最寄駅は 東急東横線有天寺駅及び学芸大学駅、または東急田園都市線、東急世田谷線3軒、茶屋駅である。最寄り高速道路出入口は3軒、茶屋出入口もしくは池尻出入口である。南部の6丁目内を駒沢通りが東西に走っている。東急バスが町内を走っている。かつてはバス路線、渋33系統が走っていた。 ありがとうございます。